ブリックさんとのツーマンライブお寿司に来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はお寿司ということで、もうみんなお気づきの方もいるかもしれないんですけど、見てください。寿司っぽい、寿司っぽく、あ、鏡を見てるのか。これ何、こちら寿司っぽい。これ何色に見える？ピンク。桜天ぷかな。あネタじゃないんだね、それは。桜天ぷなんだね。もうこっちは完全にサーモンに見える。サーモンです、ね、せめて酒ピンクって言ってほしいやん。あ、サーモンピンク。あ、サーモンピンクね。これサーモンピンク。でもこっちが完全にサーモンなんだよね。こっち完全にサーモン。あ、こっちマグロだ、マグロ。マグロでもなんか私ちょっとタコにも見える。あ、じゃあタコ。タコマグロ？タコマグロ。タコマグロ？タコマグロって何？タコマ、今日もピアちゃんの頭がいい感じだね。なんかさっき投げてなかった。なんか投げてるの見えた。何が起こったか分からなかった。秘密の手紙投げたから、あの。秘密の手紙ってさ、あの、手紙もしかしてさ、かけてんの？あの中国語でトイレットペーパーが手紙って。あ、そうなの？音にかけてんの？え、いや、知らなかった。違うんですか？物知り。手紙って書かれるね。うんうん。あ、じゃあ知ってるよね。あれ、なんだっけ、多分合ってる。そうだっけ。じゃあ、知らなかったから。本当に、じゃあさっき手紙書いて仕込んでたから、ちょっともらえた人は読んでみてください。あ、中身秘密ですよ、秘密ですよ。秘密の手紙なんで秘密ですよ。SNS に拡散しないの、あの多分その意味で思います。はい、はい、あ、はい、ヒューメリックさんなんですけど、3回目でしたっけ。いや、2回目です。2回目。そう、え、3回目じゃなかった。2回目が叶わなくって。ああ、そう、久しぶりにやらせていただいて。私、キューブリックさんの衣装がすごい大好きで。私も大好きで。かわいくない？かわいい、めちゃめちゃかわいい。あのひなひなの衣装、色もすごい素敵だよね。あと、おとちゃんが、キューブリックのおとちゃんが、あの茶碗蒸しじゃない、間違った、茶碗蒸しも好きなんだけど、言いたかったのはかき氷が好きらしくて。かき氷を私、あの作って売るのに最近ハマってて、かき氷屋さんを個人的にやってるんですけど、だからぜひかき氷一緒に食べに行きたいなとか、食べさせたいなとか思ってました。はい、こんな感じで告知ありますか？はい、はい、お願いします。お願いしますって誰に？あれ、やばい、やばいじゃない、あれ告知やばいじゃない、これは。あれ、もうこれはハロー、ちょっとツイッター見てください。珍しい、誰も言えないのは珍しすぎない？ちょっと誰も言えなかったわ。誰も言えなかった。やばい、誰も言えなかった。何日が、まだ日付が覚えてないんで、何週だっけ。途中に20何日が1個ありますので、なんでそのまま渡すの？だから怖いだから次行っていい？はい、次行きましょう。行きましょうか。ここからノンストップですよね。そうですよ、はい、皆さん盛り上がれますか？はい、聞いてください。天才ちゃん、ありがとうございます。
皆さん、この後は引き続きさんと我々特典会で会えますので、皆さんぜひ遊びに来てください。せーの、クレーンゲームです。